皆さん、こんばんは。今日は2023年8月11日金曜日です。今日のテーマは中国の輸出は不振。経済続き悪化しています。そして中国政府は豪雨、大雨の災害後ですね、まあ、洪水ですね、の災害後支援、施策を発表しました。これについて 話をしたと思います。中国の輸出はですね、ものすごい外貨を稼いだんですよ。そのお金はどこにいたでしょうかこれについても話をしたと思います。まずは、中国政府の支援施策について。中国政府はですね、最初、洪水というのは自然災害ですよというふうに言いました。しかし、北京と未来の都市ですね。 を守るために堤防を破壊したんですよとバレてしまってこれで支援施策を発表しました皆さんと近っでですね中国は社会主義の国であって政府が非常に強いんですよ何かがあったら政府に依存するという風習あるいは文化ですね中国政府自身もそういう風に宣伝してきましたかこれで 中国政府は特裁政権的なんです。これで中国政府は支援施策ですね、皆さんに紹介したと思います。農産物の被害、工場などの被害、住宅の被害、電化製品、自動車などの被害を受けた方を対象にします。地域としては、河北省と北京市が対象です。支援金ですね。 一つの世帯につき2000元以上最大で4000元まで支給します。つまり4万円から8万円ですね。ちなみに2000元以下の資産でしたら実際的に被害あった金額ですね、支給します。そして支援金は半分地方政府が負担する。半分地方政府が負担する。 個人は申請して、地方政府は責任を持って、審査、また判断することですよ、というふうに発表されました。これがですね、とても決ッですね。本当に決ッですね。自分がですね、洪水を流して、自分の都市、北京、そして中国の副首都である春安新このことを守るために、堤防を破壊して洪水しました。 タコさんの被害が出ました。それでもですね、支援金はちょっとしかないですね。しかし中国政府は気まよくですね、自分の仲間に対してものすごい大金を出しますね。でも国民には決意ですね。これが被害状況です。タコさんの被害はあります。4万円とか8万円ですが、日本円で言えばですね、この金額ですと足りません。 例えば自動車ですね。もう全損ですね。これはいけません。魚を飼育する会社も大変です。印刷工場も大変です。豚とかですね、家畜を飼育工場も大変です。この状態で支援金ちょっとしかないですね。また、北京市政府が発表しました。車をですね、駐車場に停めたんですね。洪水の被害を受けた方へ 台風、洪水の影響を受けて、被害を受けました。政府として、最大限に駐車場の費用を減免する。無料ではないんです。一部は、えー、少々、徴収しますよということですね。つまり、駐車場の費用ですね、請求するよということです。車がボロボロとなってもですね、駐車費用は請求することなんですよ。ネットではですね、水というのは国家のものです。川、堤防、 ダムも国家の持ち物ですね。どうして弁償しないでしょうかというコメントありますが。また、自動車浸水の被害を受けて、新車ですね、購入すれば、北京政府としては1台につき最大限1万元補助金がしますよと。しかし、金額は1万元までですよと言います。いくらの自動車に対して1万円でしょうかこれはまだわかりません。 ただし、中国の政府を考えて、ネットではですね、そういったバカにするっていう写真はあります。例えばですね、ロールズ・ロイスですね、株と5元割引しますよと。5元というのは約100円ですね。ロールズ・ロイス1台買ったら100円引きですというふうに、そういうチラシですね、ありますが、実は、 政府のここととをバカにしてるっていうことですね。つまり、政府の補助金ですね、期待できませんよということです。また、中国の輸出ですが、8月9日、中国政府は7月の輸出、輸入のデータを発表しました。7月、輸出は2817億ドルでした。同期比14.5%の下落です。6月より1.2%の下落です。 輸入は2011億ドルでした。同期比12%の下落です。6月より6.3%の下落です。貿易は黒字です。806億ドルでしたか。中国の輸出はですね、連続3ヶ月間下落です。5月の輸出は同期比7.5%の下落でした。6月の輸出は同期比12.4%の下落でした。 7月先月でしたが、さらに下落しました。EU ・アメリカ向けの出は423億ドルでした。18.6%の下落です。同期比ですね。カナダ向けは37億ドルでした。20%の下落です。イタリア向けは38億ドルでした。15.2%の下落です。日本向けは129億ドルでした。 6.8%の下落です。これで見るのはですね、日本の市場は結構すごいんですよ、実は。1位はアメリカです。次は、アメリカと EU は同じなんですよ、中国の統計では。なので、日本はですね、すごい高いんですよ、実は。やはり日本はですね、豊かなんですよ。たくさんのものを買っているということですね。中国から買っているというイメージですね。ただし、中国からロシア向けの輸出は、 103億ドルでした。これはですね、同期比52%の増加です。ロシア向けだけ増加なんですよ。ロシアはですね、今後日本を抜けるでしょうかというふうに言われていますが。中国の専門家はこれについて説明しました。コロナ終わってアメリカ、欧州、日本ですね、世界最大市場は回復しました。 しかし、みんな買い物するより、外食とか観光にお金を使っているんですよ。それで、我々の輸出は下落しましたよ、と。また、中国の国内の状況はあんまり良くなくて、輸入は下落しました、と。でもですね、実は、私は知性学にも関係あると思います。例えば、台湾海峡のリスクありますので、タコさんの会社は移転しました。 これからも継続的に中国の術は下落すると判断できます。アメリカのメディアはこれについて報道しました。今年5ヶ月間ですね、アメリカは中国の輸入は24%下落しました。メキシコは現在中国の代わりになっています。現在アメリカの会社はできるだけアメリカに近い国で生産しようとしています。 中国は WTO に加盟して世界の工場となりました。現在世界の工場は終了しています。グローバル社会はこれから変わりますよ。世界の工場の地位は職を受けています。ベトナム、メキシコ、インドなどの国は登場しました。中国の代わりにみんなが世界の工場となってきています。まだ トランプ政権は中国の商品に対して関税を引き上げしました。75%の商品の関税は高いんです。また、中国の労働者の給料も高騰です。政府の税金も高騰しています。現在、アメリカ人ですね、例えば6ドルの商品を買って、1ドルは中国製の商品を買っているという割合なんです。 これはですね、だいぶ変わりました。コロナの前ですね、6ドルのうち4ドルは中国製のものを買っていました。また、日本も中国からの輸入は減らされました。しかし、ドイツとフランスはあまり変わっていませんよ、と。今まで世界で商品を調達していました。アメリカですね。これから地域的になってきます。アメリカの会社はメキシコとか、 カナダで製造していますよというふうに発表されました。現在、中国から移転する会社は多いんです。しかしですね、それでも中国ではたコさんの商品は製造できています。これからは変わると思います。例えば、台湾の会社がメインですが、中国でスポーツ用品、運動器具をですね、中国の東岸で生産していました。 現在、メキシコで生産してアメリカへ輸入していますが、運動器具というのはですね、とても重くて、東岸で生産していました。港から近いんですね。しかし、2022年、1年間ぐらいですね、生産は完全に止まりました。現在、メキシコで生産していて、コストは高いんです。ただし、輸送のコストは安いんです。 中国の経済の基礎は輸出なんですよ、実は。輸出が良ければ、外国から外貨をですね、稼ぐっていう意味なんですが、しかし、国内の経済の基礎となればですね、あるいは国内の消費の基礎とは不動産なんですよ。中国の不動産市場が良ければ、みんなですね、持っている物件、高騰です。値段は上がっていくんですよ。それで自信はついてくるんですよね。 自分はお金持ちだよと思って、お金はですね、使います。しかし現在は全て変わりました。技術はダメですし、これからはですね、もっとダメとなっていくんですよ。2000年、中国は WTO に加盟しました。実はですね、10年ぐらいもかからなかったんですね。と思いますが、世界の工場となったんですね。2008年、北京オリンピックがあって、 それから日本ではですね、中国向けの輸送とか通信とか CM とかですね、ものすごい多かったんですよね。一番印象に残っているのはですね、三浦のボイラーですね。あの、新助さんですね、出てきて、新助さんは中国でも有名なんですよ。中国でも CM 出ました。中国語なんですよ。でも日本では日本語なんですね。 実は中国語版のミューラーですね。あれも出たんですよ、実は。中国で宣伝していましたが、これはですね、すごい印象的なんですね。しかし、現在はですね、世界の産業は変わりました。中国の不動産市場も全く期待できません。本来であればですね、不動産企業は物件を売ればですね、返済不利口になりません。しかし、物件は売れません。この状態で、 不動産企業は返済不利口ですね。たとえ中国政府は救助してもですね、実に意味はないんですよ。不動産企業ですね、莫大なお金必要です。そして物件を売ることが大事ですね。当然ですが、物件を売るにはですね、一つの方法があります。例えば、物件の価格をですね、下げればいいんですよ。しかしですが、物件の価格をですね、下げてしまうと、 中国の不動産市場ですね、崩壊してしまうんですよ。あるいは中国政府はですね、気前よく国民にお金を支給します。あるいは何とかの方法ですね、例えば減税とかですね、何とかの方法で中国の国民に豊かになってもらうんですね。そこで経済は良くなっていくし、不動産市場も期待ある程度はできると思います。 しかし中国政府はそのことは絶対しませんのでそもそもですね中国政府の考えとしては国民がですねお金持ちとなったらですね自由を求めてしまうんですよ中国の昔の皇帝もそうですが農民に対してですね中国は農民の、まあ、社会ですからそもそも農村部の国ですから農民はですね常にお腹がペコペコがいいんですよお腹がですねいっぱいとなってしまうと 悪いことを考えるっていうのが皇帝の考えですね。なので、お腹が常にペコペコがいいんですよね。働こうとしますので。なので、独裁者、あるいは皇帝にすれば都合いいんですね。では、中国はですね、たくさんの外貨を稼いできました。お金持ちそうに見えるんですね。中央政府ですね。しかし、中央政府はですね、お金をどこに使ったでしょうかそれはですね、 いつも自慢する高層ビル、高層マンション、世界一の鉄道ですね。なんだとそういうところにお金を使っています。例えば、新しい街、新しい国道、広いです。綺麗です。高速道路いっぱい作りましたが、これで中国の観光客ですね。日本とかアメリカにいて、やはり中国の道路は新しいですね。先進国より強い。 広いし、街は新しいし、これは我々の社会主義の良さですよ、というふうに中国政府は自慢しましたし、そういう性能もあったんですよね。しかしですが、これらのお金はですね、全部借金なんですよ。中国政府はですね、生産能力ありませんので、お金はそもそもないんですね。そして中国の不動産開発企業も同じですが、お金がないんですよ、実は。すべて、 国民からお金を取った。あるいは借金ですね。実はですね、簡単に言えば、外国から借りて作ったんですよ。外貨が大事ですね。借金もありますが、中国の商品を輸出,出して稼いだ外貨でできたっていうのも言えると思いますが、この状態で中国の輸出はですね、もし下落すれば全てが終わってしまいます。当然ですが、中国の経済も終わってしまいますが、 しかしですが、中国の手術はどこまで下落するでしょうか下落していくっていうのは、外貨が入ってきません。外貨が入ってこなければ、中国の経済も期待できません。中国政府もですね、貧乏となっていくっていうことですが、どんな影響を出るでしょうかこれはですね、まだこれについて話をしたいと思います。中国の社会は変わりますので。この動画はここまで質と思います。 最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。